皆さんこんこにちは日本の Q の QLC クワンタブバーストは胎児が言語を持たないでお母さんとコミュニケーションを取っていく「胎教というところです子供はその胎教を受けるといろんなものが見えてくるんですねいつも穏やかでニコニコ笑ってるしあまり泣かない理解力集中力が高い 発言が早い意志が強い能力が高い一味違った素晴らしい子が生まれてきますお母さんと言語を持ったら赤ちゃんがコミュニケーションを取れるというところがあの母と子の心の絆を育てていくんですここがベースとなって子育てにそれがつながっていくととても大切にしているところと思ってますもちろん脳の中の一つの働きですけれども 赤ちゃんはおめでたですよお腹にできました」と言った時にはこの脳幹というものができててここはテレパシーお母さんはこの次の子室、それから大脳寝室、これができてるんですで赤ちゃんはまだ未発達ですので言語では伝えきれない赤ちゃん言語を持ってませんのででお母さんがそのテレパシーを使えるとこまで持ってきてもらう。それはこの 一番第三脳の右脳の部分は個室にも細い伝達回路があるしそれから脳幹のところにも伝達物質があるわけです,ですから赤ちゃんがとお話しするためにお母さんは右脳のトレーニングをしてこの脳幹のところまで来てコミュニケーションはテレパシーでするという仕組みになってるんです 右のを活性化すするためのトレーニングなんですね、全て。これフラッシュカードっていうのは基本的な基本高速に大量にカードをフラッシュしていくわけですそうすると右脳が活性化してくるそれからカードの記憶を30枚から50枚するんですイメージを使いながらそして記憶していく ESP これはあの肉体の感覚器使わないで右脳の,の超感覚器を使って超感覚を 養うバイナリーっていうのは直感的なものトランプでやってきますマンダラ記憶これは文字とか数字ではなく色と形を記憶して再現するそれからサイコロは強い心とそれから優しい心調和と独立意志っていうようなところをサイコロを使ってゲームでやっていくとこんなのを入れてます。 これはあの母と胎児のの会話の仕方なんですねで2つあってタッチング法体あの赤ちゃんが胎児が胎動始まった頃動き出すんでその動いたところを今度お母さんの方からタッチングして「赤ちゃん元気 ?2 つ叩くから2つ蹴って」っていうような感じでこれが一番最初の赤ちゃんと、えー、お母さんの対話の仕方ですね。 これで何を学ぶかっていうとお父さんの帰ってくるのを教えてねって赤ちゃんにタッチして言ってくるわけですそれをすると大体の5分前に教えてくれてこれができることになって今度はテリパシー法要するにおなかの中に赤ちゃんいるんですけれどもここにいるがごとく「今日はいいお天気ね」とかねお話ししていくという。これができてくると なかはよくできていくわけです、ね、で、すねイメージトレーニング右脳の感性右脳というのはイメージなんですねイメージ脳ですのでいかにそのイメージで感じ取れるかという妊婦さんになってほしいわけですで毎回このイメージトレーニングは入れてます3つあったんで進め方としてお母さんの能力開発そして母と子の会話の仕方そして3つ目が「 のの能力といいうのはとても高いんですね。で、この能力をおなかの中からもちょっと刺激しましょうということでひらがなとかドッツとか数字これをお母さんの額からイメージですよねおなかの中の赤ちゃんの額目がけてこれは「あ」という字を送っていくんです。これは数字の1、ね とかね、絵を送ったりとか。これは、あの、アメリカのセディック実コさんという方。妊娠した時、我が子にこれをやって、有心の子供ができて。まあ、これは理論的に、とってもよくわかるんで。大量ではないですけど、少し入れてきます。あの、赤ちゃんっていうのは、円を描くように、太極拳のように、繰り返す。そんな動きが、とっても、好むんですね。ですから、音楽に合わせて、歌も単純で。 そんなものを流して、お母さんと。お腹の赤ちゃんのイメージを送りながら、歌って。踊る体操なんです。これを最後に入れていくと。なぜこれ私があの、提供していきたいかというと、今その。 母と子あるいは両親と子供の絆が薄れているわけですねで私たち動物はここがあってこそ生きる力が出てくるわけです。でお母さんと子供の絆をしっかり作ってこの世に出てくるとお母さんも楽いとおしいし子供も楽しいわけですね。で今体内記憶とかいろいろ世の中に出ているんですけど原点はここに絆というものがあって。 でそれからそこへ進んでいきたいと私の中には思ってるわけですね。皆さん聞いていただいてありがとうございました。まずこの「コンタムバース」はおなかの中に赤ちゃんを宿った女性の方それからこれから赤ちゃんを産みたいと思ってらっしゃる方計画立ててるそれと子育ては終わったけれども、えー、この。 ウォンタンバースという処方を広めたい方、こんな人たちが受講していただいてます。これは日本に限らず、世界にあった人は広めたいと思ってるんですね。そしてお母さんのところに生まれてよかった。お母さんもあなたがいてくれて、本当に人生楽しかった。そんな家庭が築けたら、私の願うことでございます。どうもありがとうございました。